はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。じゃあ、トクです。ついにですね、パープルアプリが、リリースされてから2周年記念ということになりました。おめでとうございます。2周年。まあ、トクはもうあれだよね、リリースされてからやってんだよね。そうです、うん、私もね、ダウンロードだけはしたんですけど、まあここね、1年経たないぐらいで濃密にやってるっていう感じなんですけども、まあ早く2周年ということで、うん、すごいね。おめでとうございます。うん、本当にすごい。で、またこの2周年イベント記念ということで、まあすごいいろんなね、イベントだったりとか、うん、まあ報酬だったりっていうのが盛りだくさんなので、まあもちろんね、僕らもガチャとかも引いていくんですけども、まずはこの動画では2周年イベントを整理しましょう。そうですね。本当にね、 ありすぎても分かんないです。いくつもありすぎて、まあ一応僕らの中ではまとめているんですけど、それでもね、本当にまとめられているのか分からないので、まあこの動画以外にもね、そのコメントだったりとか、まあ皆さんの声も含めてトータルで、なんていうんですか、パープロアプリの2周年ってこんな感じなんだよっていうのがまとめられればいいかなと思っております、うん、なのでね、不備とかあったら全然叩いてもらって結構なんで、コメントに「カゼンドバカ野郎違うんだぞ」みたいなことで書いていただけると幸いでございます。はい、はい、じゃあまず行きましょう。 いろんなね、変更点があるんですけど、まずはアイコンが変わりました。そうですね、変わりましたね。2周年っていうね、バンっていうバッジがつきましたね、うん、まあ期間限定だと思うんですけど、でもまあアイコンが変わるとなんか面白いよね、うん、変な感じする気合入ってますね。はい、で続いて、じゃあ上からいく。はい、一個一個。はい、じゃあタップします。2周年記念キャンペーン、ログインボーナスで大量のパワーストーン、 SR 吉岡里穂、リホだと思います、うん、プレゼントということで、まず、ダウンロードして、もう皆さんね、起動してもらえればすぐ分かるんですけど、30個のパワーストーンを無料でいただきました。はい、これも嬉しいよね。嬉しいです、嬉しいです、うん、で、それに伴って2日目から26日間ですか、はい、毎日パワーストーンを1個、合計25個プレゼントで、最終日の27日目ですかのログインで、はい、パワーストーン5個プレゼント、計30個足して60個ですか、はい、をプレゼントということですね。ありがとうございます。60個あったらね、うん、まあ60個でも足んないんだけどね、本当は。うん、でも嬉しいですね、無料でいただけるということは、はい、で、他にもですね、そのログイン、キャンペーン中に3日目ではね、天才の入部届、5日目で差し入れ ×2、10日目でカロリーバー ×2、まあなんかこんないろいろなものが、新しくアイテムが出てきたってことですか ね、これカロリーバーなんでしょうね、全くわかんないです。うん、がプレゼントされるそうです。はい、で他にもスタジアムでね、獲得できるメダルが増量したりだとか、これ結構嬉しいんだよね。嬉しいです。うん、うん、あとは消費、ポイントが、天空中央高校シナリオが40が20になる、うん、他にもね、ガンダーまっしぐら発生確率アップ、うん、で、お一人様1回限りのパワーストーン55個を2200円の、割引販売、うん、あとはノーマルガチャがですね、 PN 以上に確定で出現、うん、うん、すごい X で超えてますよ。 X で超えたね、確実に超えてますよこれ、うん、で、レアガチャ休園20年記念で無料ガチャ開催、10連に限り R 以上確定で10連ガチャ、これはすごい。うん、これもですね、後ほどの動画で公開しますんで、はい、はい、で、休園2周年無料ガチャはこちら、まあ、これは後で見ましょう。他にもですね、レアガチャ休園天空中央高校デビューガチャ開催、ステップアップガチャですね、初回が30個で、本バナー内の4キャラから PR 以上が確定で、2回目がパワーストーン40個で回せて PR 以上が確定で、3回目4回目はですね、 SR 以上が1枚確定です。で、4回目に関しては、バナーの4キャラから確定、うん、で、なんと5回目 PSR 1枚確定。うおー、来ましたよ。緊張だね。うん、絶対ここまではやります。うん、で、6回目以降は、本バナー内のキャラの確率がアップとのことです。うん、SR 以上確率アップなんでね、嬉しいですね、うん、どのぐらいの確率アップしてるのかっていうのもちょっと見たいところで、天空中央高校小ガチャっていうのはゲドウ君像が1枚無料でつくと、おまけでね、はい、こんなところですか。で、それとは別に、
天空中央高校絆ガチャというのが開催されていて、お一人様10回限り上級のキャラのみで、ゲットできると、はい、これもおねとかね、やっぱり僕は脳み持ってるんで、これを機会にねプラス5にしたいなとか思って。本当ですよね。うん、まあざっとお知らせして、今の2周年記念キャンペーンっていうのがこんな感じでございます。はい、すごいね。すごいです。うん、ついに虹谷も出てきましたからね。虹谷ってなんかすごいらしいね。いや本当にすごいですね。うん、どこで見れるんだろう。まあ、これは無料のやつですね。R 以上確定で、ここでもしかして出る可能性もあるしね、いろんなものがね。そうですね。うん、でついにあれですかね、虹谷が、うん、得意練習2つ。すごいね。球速と変化だったっけ。はい、金徳は驚異の切れ味とドクター系。ドクター系どっちか選べんだろうね。うん、いやこれ多分相当強いんでしょうね。すごいだろうね。で追加シナリオの配信中、エンジェル9、まあ、これもこれでね動画に上げたいなと思っています。はい、まあ、全然やり方は分かんないんですけどね。新キャラが虹谷誠、東雲翔也、雷武、あと虹谷沙莉、これは妹、いや双子の姉って書いてあるね。おお、うん、あと月影光、5人、5体いるんだね。シノノメって俺はこんな感じあるんですか。シノノメどれどれどれ、読めない。これ絶対さ、俺、ね、東雲とか言って俺も言また違いますよとか言われるね。で新 CM 公開記念 SR 選択ガチャ、これもですね、チャレンジ達成するごとに、すべてのチャレンジを達成するともらえるのか。はい、前回と同じですね。うん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 、どういうこと。ノーマルガチャ1回、うん、スタジアムの試合1勝、うん、サクセス1人、選手1人、余裕じゃない。そうっす、前回で一緒です。でパワーストーン10個とかもらえるんだね、これ。はい、これはそのもらえ60個とは別でしょ。別だと思います。別です、別です。うん、あ待って、これ違うよ。新規でやった人とまた違うんだよ。ほんとだ、新規、復帰、その下なんですか。既存、だから我々はこれですよ。 R 大丈夫、 PR 大丈夫博士像だ。すげえ嬉しいじゃん。だって彼はですね、ライチ持っていて、この前 PR のライチを当てたんだよね。そう、選択 PR ガチャ券で、うん、まさかのライチ出て、うん、今プライオンなんですよ。うん、ここでプラゴになって SR 上限解放、おめでとうございます。で、すげえ嬉しい。まあ選択ガチャ券で選択できるイベキャラはカキ、アバタ、ヤベ、イカリ守る、イカリ進む、青い、友沢、滝本、立花瑞希、ひじ、鈴本、ちゆちゃん、サイガ、カラスマ、小平、あいつ来ねえかな、佐久間、うわ来ない。はい、まあでもサイガあたりは普通に有能キャラなんでね、うん、欲しいですね。はい、じゃあそんな感じかな。あとですね、細かないろんなことがあって、ガチャ券の種の機能を追加。そう、これ意外と面白いんですよ。これね、面白いんですよ。何かというと、まあちょっとだけやったんですけど、なんか水をあげるんですね、ログインした後に。ですごいその水をあげて種がね木になって、こうやって茂っていくんでしょうね。最終的には PSR ガチャ券まで収穫できるということです。1日1回ね、ジョーロのアイコンをタップすればできるということで、結構面白そうだよね。一回画面見せるとですね、ここにあるんですよ、この下ので、ここを押して、もう僕押しちゃったんですけど、こんな感じですね。はい、これがどん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 生い茂っていくんでしょう。すごいね。うんうん、何日かかるか分かんないんでね、 PSR まで1年ぐらいかかるよ。そんなかかるんですか。かかるよ、かかるかかる。まあでも毎日1回やり続ければ PSR なんでね。え、あとチャレンジちょっと見ておきましょうか。さっき言ったやつ、これですね、天空中央からまず見よう。天空中央はまあそれぞれのキャラを連れていってって感じですね。エンジェル9、エンジェルレベル、これが噂の天空中央高校サクセスですね。うん、で、これですね、CM、選択ガチャ券がもらえるやつですか？はい。うん。すんげえ簡単だね。本当に。これ得最高に嬉しいでしょ？はい。
ライチ上限解放できますからね。うわうわ、だし多分虹谷が相当強いと思うんで、まだ何も情報出てないから分かんないですけど、うん、で僕の場合ピッチャーキャラがちょっと足りてないんで、うん、あとはマイベカーとイベカーもすげえ大事な、まあそうですね、すげえ大事ですね。あそこでちょっと虹谷の PSR なんか出たら、うん、めちゃめちゃ嬉しいです。ちょっとすごそうだね。はいはい、という感じになっております。うん、まあちょっとねここで全てがまとめられているかどうかは本当に不安ですし、もう上からずらーって読んでるだけなのでまとまっているかっていうのも定かではないんですけども、はい、まあねこうやって熱いイベントが来たということだけはねお伝えできたのかなと思っております。うん、なのでですね皆さん最近ねパワサカ結構力入れてやってるぞって思いきやこっちもちゃんとやらなきゃいけないということで頑張っていきますんで、ぜひ動画をご覧ください。まあこの後にもねガチャ動画とかたくさん上げていくんで楽しんで見ていただければいいかなと思います。言い足りないことありますか？虹谷が欲しいです。はい、ということで皆さん虹谷当てましょう。当てましょう。じゃあ僕は50年あります。じゃあそんな感じでまた動画でお会いいたしましょう。バイ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 。